もう行こう。こんばんは。お茶まこさん、ハートいっぱいありがとう。あきりさん、100回目おめでとう。ありがとう。やっほーでーす。こんばんは。始まったです。今日は何してたの？今日はレッスンさんをしてきたよ。時すでにお寿司さん、落花生ありがとう。うん、今日ねあれ買ってきたんよ。あ、いる。ちょっとあの、そうなんですよ、あのね、聞いてください。この前の押し始めキャンペーンのね、お礼を上から順に書いてってて、今お礼しても大丈夫ですか？デキネさん、レインボースターありがとう。20個も30個よ、いっぱいや、ありがとう。時すでにお寿司さん、イケピスさん、落花生ありがとう、いっぱいありがとう。ペンライトもありがとうございます。そう、リキーヌさんと、でもいる人で行くとマッツンさんとリキーヌさん、お礼書いたのでちょっとお願いします。今大丈夫ですか？リキーヌさん、福内いっぱいありがとう。豊中の皆さん、落花生、なちゃまこさん、レインボースターありがとう。みんなありがとうございます。じゃあマッツンさんからお礼を書かせていただきました。読める？これ読めますか？リキーヌさん、落花生ありがとう。その蒸し始めキャンペーンのお礼です。これはぜひぜひスクショとかして読んでくださったら嬉しいなと思います。めっちゃ書かせていただきました。長い、長いでしょ。そう、これ今日ね書いたの。今日書いたんですよ。うん、あとなんか、いや、押し始めキャンペーンめっちゃ投げたんですけどみたいな人がいたら教えてください。ちょっとなんかちゃんと記録として残らんけ。ありがとうございました。本当にいっぱい書かせていただきました。見え、これ見えてもるんですかね、読めるんですかね。待って待って、デキーヌさん、落花生ありがとう。藤玉さん、レインボースターありがとう。ミヤティさん、落花生。翔さん、おにやすと、ありがとうございます。パンくん、落花生ありがとう。おはよう、おはよう。こんばんは。読みますね。押し始めキャンペーンの応援本当にありがとうございました。無事生入りアバターをゲットできます。本当に嬉しいです。新人枠の方もたくさん対象のギフト投げてくださって、最初は絶対にやれないと思ってた2位という素晴らしい順位までいただけました。初めての挑戦だったし、仕様が変わったりと不安な点もあったけど、こうして応援してくださって幸せだなと感じます。アイドルとしてまだまだ未熟だし、配信も楽しんでもらえてるかすごく不安だと思っていて、それなのにこんなに貴重な経験をさせてくださって本当にありがとうございます。これからも絶対に忘れない経験だと思います。こんな私ですが、これからも配信見てね。本当にありがとうございました。ぜひスクショして読んでみてください。ありがとうございました。イケピスさん、落花生ありがとう。いや、いっぱい書いて、なんか気づいたらいっぱい書いてました。川野さん、落花生いっぱいありがとう。こんばんは、こんばんは。え、リンコさんはこんな書いてたん？ありがとうございました。本当に待ってね、リキヌさんもおるよ。じゃん、あ、これも読みますね。押し始めキャンペーンの応援ありがとうございました。ショールームももちろんお話し会や講演など北沢推しをしてくれてありがとう。 X も毎日返事くださって、メールのなんかちょっと統治法を使っちゃった。嬉しいです。今回のキャンペーンの名の通り押し始めできていますでしょうか。これからもイライラと北沢推しとしてオタク人生貫いてほしいです。私がアイドルでいる限りよろしくお願いします。僕の太陽で居続けられるようにこれからも頑張れます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ぜひスクショして読んでみてください。ありがとうございます。ごめんね、急にあの開幕お礼をしてしまいまして。そう、今日から始まるイベントのギフトは何でも OK です。何でも OK でして、あの SNS 認証と、あとが本当に必須で、だとっても大事で、あとギフトは10連で投げてくださるとなんか倍増するんですよ。なのでお願いします。リンコさんより書いてる、ほんと。なちゃまこさん、ハートありがとう。キャンパーさん、落花生ありがとう。てつさん、ハート。沼さん、ハートありがとう。ゆきひらさん、落花生ありがとう。こんにちは、取れた、よかった、ありがとうございます。そう、なのでさっきさ、ちょっと待って、
あ、いますよね絶対。ちょっと動かないでください。藤玉さん落花生ありがとう。武田岳さん福内ありがとう。今日はねイベント初日なんですよ。今1位、うわ今1位をスクショしてみんな。藤友さん落花生ありがとう。じゃんツーですさんで、これもちょっとなんか多いな。お、そんなことない、読みます。押し始めキャンペーンの応援本当にありがとうございました。このキャンペーンを通してコメントしてくださったりとても嬉しかったです。訪問回数が見れるんですけど63回も来てくださっていて、前から見てくださっていた配信きっかけで見つけてくださったのであれば配信頑張っていてよかったなってすごく思います。これからも見てて楽しいって思ってもらえるような配信を頑張るので、よかったらもっと見に来てください。あの面白い女を目指しています。あとコメントももっとしてくれたら仲良くなりたいので嬉しいです。本当にありがとうございます。じゃん、ありがとう。なんかさ文字斜めってきてるんよこれ。ありがとうございます、こちらこそありがとう。これはね遅くならないうちにお礼したかったので、本当にぜひスクショして読んでみてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。ちたまさん落花生いっぱいありがとう。キラキラありがとう。まっちゃんさん落花生ありがとう。本当にありがとうございました。押し始めキャンペーンの方も、そして今日からね新しいイベントが始まるということでよろしくお願いします。え、何分になったらさ発表しようかな。いや発表、早く発表したいんだよ。早く発表したいんだけど、みんなも早く知りたいでしょ。いやでもちょっとね最初に謝罪会見をしたくて、載せないのに長文書ける。え、でもね斜めってるんほら。そう、もちろんねこのイベントのお礼もねたくさん書く、あの終わった後にちゃんと書かせて、いっぱい書かせていただきたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。あっちさん深打ちありがとうって感じですかね。そう、でもまだね 1,2,3,4,5,6,7 7枚しか書けてなくてですね、でも上から順にこうやったつもりがあるので、自覚がある人がいたらなんかコメントしてください。そうだよ、ちょっと謝罪会見を発表したいところがありましてですね、そのちょっと聞いてほしいんですよ。違うんです。こんにちは、こんにちは。私の今日の予定としましては、リクエストアワー北沢的にね、なんか字書けなかったのバレるからちょっと嫌なんですけど、隠そうか。これをねやりたかったんですよ。これねいっぱい分もいた、これねやりたかったです。でもこの2個しかできてないんですよ。ただいまどういうことだと思いますか本当に。こんにちは、こんにちは。君空さん落花生ありがとう。いや違うんですよ、違う、先に言わせて、違うんですよ。違うんですよ、違くて違くて。そう、いやでもその3期研究生で公演っていうか、なんかライブ的なのを自分がプロデュースできるならっていうのね、まあ、ちゃんと考えたんです。だからこれは早く発表したい。もう一つずつ発表していきたい。もう全てを発表したい。あ、でもちょっとここに書くわ。え、何公演に、公演のタイトル決まってないんですよね。北沢いちごプロデュース公演。STU48 3期研究生、近っ、ごめん。あ、そうですね、じゃあそういうことで。武田岳さんハートありがとう。でも考えて、あのもう何、メモ欄にはいっぱい書いてあるんです。だから口頭で発表しようかねって思って、いちごの大学生もやめて、もう飲み方ないよ、もうみんな同じくって。もう違うから。確かにね、ゆきみきさん落花生ありがとう。いや本当にもうみんな同じ考え持ってて、本当にやめて。九世そう、いちごさんがもしプロデュース、いやでもね後からね、これが完成した後から、うわあれ入れるの忘れたとかなっちゃうんですよ。だから本当に汗汗で、
公演のタイトル後でみんなで一緒に決めようよ。僕たちのせいも公演の予感公演なんよ。それも制服の公演だし。みきみきさん落花生ありがとう。今日なんかさメイク濃い。そんなことない今日ね雨降ってたんですよ帰る時だからね。びしょびしょになっちゃってねお風呂に入り直したんですよ私は。なのでお風呂上がりです。いやもうそれはもう個人的すぎるんですよ。じゃあこれを発表したいんですけど、発表したい。いやもう1曲ずつゆっくり発表するから。48さんハートありがとう、ありがとうございます。じゃん、シティ483期研究生北沢いちごプロデュース公演を開幕したいと思います。よろしくお願いします。48さんハートありがとう。まずじゃあこれで隠しながらやろう。ちょっと待って、あここにも書いたら同じこと。じゃんまずね M1、 まあ M1 はオーバーチュア、まあそれ当たり前なんですけど、当たり前にオーバーチュアがまず始めますね。ソソさんハートありがとう。まずオーバーチュア開催されます、始まりますから。もうみんなこれ大事だよ、ちゃんとまとめて後で載せていや自分で載せるけど。ぴょんぴょんハートありがとう。オーバーチュアは種類あるけどそこはまあ STU のオーバーチュアですよ。じゃん M2 なんでしょうか。なんとじゃん、ラブ修行M2 はラブ修行です。人を好きになるってが始まります。えラブ、なんでラブ修行にしたかっていうのはもうやっぱりもう研究生ってイメージが自分の中でめっちゃ強くて、ラブ修行はもう絶対ラブ修行がいい、もうラブ修行で始まりたいって思ってる心の底からこんにちはこんにちは。 M2 はラブ修行、ラブ修行はもう本当に絶対研究生ならもう絶対ラブ修行してって思ってる、思ってるのでラブ修行入れました。絶対入れると思った、ほんと天才やろくまさん落花生ありがとう。でラブ修行が終わったらチャンチャンチャララランララが終わりました。くまさんハートありがとう。 M3 なんだと思いますか。ふテンション高すぎる。こんにちはこんばんは。くまさんハートありがとう。なんかテンション高いよね。なんかもうこれ考えるのが楽しすぎてね、この話してる時もうほんまに楽しくなっちゃう。マリオさん落花生ありがとう。オタクすぎるはにゃ。うん今日豆買ったんよ、後でやるわ。ヒロさんハートありがとう。 M3 はなんとなんとじゃん、ニューシップ。あいや出航にするかニューシップにするか迷ったんですよここは。結構でもニューシップにしたんです。なんか出航はなんかやるなら一番最初が良くて、なんかちょっとここで挟むのは違うなと思ってニューシップにしました。マリモさんレインボースターごくありがとう。名前投げるよみんなに任せて。ニューシップですね。まあニューシップは STM もよくやってる曲だし、なんかすごいいいんですよ。やっぱニューシップは本当にいいと思います。ここで STU ですっていう感じもねやっぱ出していくよっていう意気込みですよ。川梨さんクマのカナボウグマありがとう。鬼にカナボウってことでそうニューシップはもう本当にやっぱ STU っぽさもね、まあ、イケビスさんの曲ですけど STU っぽさもありつついいじゃないですか感じなんですよ。次なんだと思いますか。もうみんな盛り上がってもっとちょごめん、これ考えるのがね楽しすぎて本当にこれの話してるとテンションが上がっちゃうんですよ次が N4。 いやごめん、なんかでも絶対これ長時間公演になっちゃう本当に。 M4 発表します。へへへへへ、レターセット買ったの最後まで聞いてからお気持ち表明書きます。あ本当お手紙書いてくれるの待ってます。ソラありがとう。でも本当テンション高くて本当にごめんなんだけど M4 じゃーん、法定速度と優越感わー水色魂さんハートありがとう。法定速度と優越感ですよ。あもうこれ次 MC なんで、これはこれで発表します。まず M1 から M4、 法定速度と優越感はやっぱりもう爆上げじゃないですか。
そう、もうみんながもう爆上げだし、もう本当に3期のこの明るさを発表していくためにはやっぱりこういう曲がしたいなっていう、まあこれはもう本当に個人の意見なんですけど、全てそりゃそうだって感じなんですけど、まず M4 までがこれ、オーバーチャー、ラブ修行、ニューシップ、法定速度と優越感、これですね。いやどうですか、ここまでの、ここまでのあれがどうですかね。はじめまして、はじめまして、ありがとう。え、図かけて熱くなったタクヤス、どういう状況。いやセンターはね、でも一応ちょっと考えたりはしてるんですけど、いやでもなんかみんな一曲ずつはやってほしいなってすごい思うんです。やっぱみんなやってほしいから。こんにちは、こんにちは。いやそう、次はユニットゾーンに入るんですけど、えでもラブ修行はでもなんかカナダとかにこうちょこちょこやっててほしいかも。ピロピさん、落花生ありがとう。ゆきひらさん、ハートありがとう。いやもう私本当に今超テンション高いから、もう任せて。ゆきひらさん、ハートありがとう。今過去一レベルでテンション高いから、もうでもラブ修行はカナダにちょこちょこしてほしいっていうのがあるから、やっぱ叶うかもしれないし、でもニューシップはめっちゃサッチーって感じ。ニューシップはサッチーやってほしいし、法定速度というやつ、いやでもひーちゃんかな、ひーちゃんになんかランジャンジャカーってやってほしいなって思いますかな。でもみんなに一曲ずつはやってほしいかなっていう意見、まあまあって感じかな。影慣れ、影慣れはまあ北沢さんかな北沢さんがやります。 DD には辛いイベント、このイベントが、とりあえず北沢のこの爆上がりテンションについてきて、みんな野上さん、ハートありがとう。そうこういう感じ、もう本当に最高だよこれね。でなんかこの1枚の中から1曲何かを歌うっていうパーティーを使用したいんだけど、ラブ修行でも歌えないよなまあまあとりあえず後でやるけど、まず前半、もう超前半はこちら、オーバーチャー、ラブ修行、ニューシップ、法定速度と優越感。いやもういいですよ、とっても盛り上がってきてます。フォローありがとう。藤友さん、落花生ありがとう。こんにちは、こんにちは、はじめまして。でここでユニットゾーンに入ります。いやなんかもうここはもう北沢がミスをしてしまって、手もでも入れたかったのに入れるのを忘れてしまって、藤友さん落花生ありがとう。すごい、手もでも忘れちゃったよっていう感じなんです。いい瀬取りでしょ、もう本当に楽しい、もうやっぱこういう時間が一番楽しいから。ユニットゾーンに入りましたから、なんとユニットゾーン1曲目、うわなんだなんだと。いやこれユニットは誰が何をやるかも決めたんですよ。ミッドゾーン、なんと M5、 あれ待って、ごめん、今気づいたんだけどさ、この曲3人の曲、あれ2人の曲、いや3人だよね、あれ2人、あれちょっと分かんなくなっちゃった、ごめん、ちょっとちょっと、ま、ちょっと炎上案件かも。イケピスさん、落花生ありがとう。アーキジさん、ハートありがとう。ちょっとあれさ、3人、あれ2人、あれ3人、あれ、まあいいや、発表しますM5 じゃん、ハート型ウイルス、いや勝ちですよ本当に。水色魂さん、ハートありがとう。 M5 ユニットゾーンの一番最初はハート型ウイルスです。あ、いや3人だよね、ちょっとミステイクかもしれない、勝手に2人だと思い込んでやってしまった部分がある。え待って、じゃあさ、そうなるとさ、このなんかね、ユニットゾーンね、なんか自分で組んでやったらちょうど14人かなって思ったのが13人で、なんかえなんか誰かいないなって思ったら北沢がいなくて、じゃあ北沢がハート型ウイルスに入ることになるそれはまあちょっと困りますけどまあまあまあ、とりあえずね、とりあえずまあ2人、ごめん、これは本当に自分が悪い、2人、まあ、とりあえず2人だとしてひーたんとゆいたんにやってほしいと思いますゆきひらさん、ハートありがとう、ありがとう。もちもくさん、ハートありがとう。まあとりあえずね、これはちょっと間違えちゃったんですけど、まあひーたんとゆいたんですね、ひーたんゆいたん、たんたんコンビにやってもらいましょう。
Spotify でセトリ作って、あ、もうツイッチして。なちゃもこさん、ゆきひらさん、ハートありがとう。Thank you。 いや、いいでしょ。ごめん、ちょ、もう一人、うわバカ。イケピスさん、ハート、ゆきひらさん、ハートありがとう。いやって感じですね。次、次なんだと、なんなんだと、気になってきちゃうよと。ここでね、じゃーん、ユニットかどうか怪しいんですけど、じゃん、渚のチェリー。これはサッチーにやってもらいたいと思います。 M6 渚のチェリー、こんにちは。こんにちは。コツコツして。やだ。あー、マリモさん、これは何ですか。スクショしよう。鬼、鬼に金棒タワーかな。鬼に金棒熊タワー、ありがとう。これ書きますね。ありがとうございます。本当に嬉しい限りです。本当にありがとうございます。しかも今日節分やけね、嬉しい、ありがとう。明日お礼します。ちょっと待っててください。ありがとうございます。本当に、あ、レインボースターもありがとうございます。マリモさん、ありがとう。本当にありがたき幸せでございます。ありがとう。じゃあ鬼に金棒タワーが来たということで、ちょっと先行お披露目しちゃおうかな。どう、いい感じ。ありがとう。持ってないな、なんか金棒っぽいやつ。あ、モンスターでいいですか。鬼にモンスタータワー、ありがとう。ちょっと適当すぎたか。ありがとう。アイスレモンさん、落花生ありがとう。ありがたわ、ありがたわです。本当に明日ちゃんとお礼します。マッツンさん、レインボースターありがとうございます。本当にありがとうございます。うわ、ありがとう。困りはゆ、困りはゆ、確かに。これが、そう、いや、あのね、お前も買ったですから、ほら、任せてください。本当に、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。タッキュンさん、ハートありがとう。鬼にモンスターですから、鬼モンスターですよ。鬼に金棒はやっぱちょっと所持していないので、怪物、鬼にモンスターです。これが金棒の代わりです。藤田さん、落花生ありがとう。本当にありがとうございます。いい顔してるよね、この鬼。ありがとう。豆まき大会もやりたいわ、後で。今日なんと3時間もありますから、もう任せてくださいよ。ミヤティさん、落花生ありがとう。10につけて10に投げる、確かに。でも投げる人いないもんね。ありがとう。どこまで話したっけ。うん、 M6 の渚のチェリーの話か。同じ色買った？本当？これ？なんかかわいそうだよね、これにぶつけるの。ダジャレ？ダジャレ？どういうこと？こんにちは、こんにちは。ムチリンとあるよ、そこに。でも、ちょっと遠い。あ、モンスター！あ、そういうこと？これ美味しいよね。好きだよ。ちょっと今日、あんまり睡眠とってなくて、もう困るので、いっぱい飲んでます。後ろの3人、なぎさのチェリーの、いや、そうなんよ！それもね、考えようと思ったんですけど、なんか普通に考えて、いや、着替えができないなとか思って、まあ、トリマちょっとサッチにやってほしいなっていうのだけは決めました。なぎさのチェリーは曽川さき、なんかね、サッチだけ曽川さきって書いたのか分かんない、サッチにやってもらいたいですね。もう絶対もうサッチでしかない。次、 M7 ユニットの M7、 もう誰だ誰だと、もう渚のチェリーやって、もう誰が来ちゃうのみたいな。そう、着替えまで考慮しちゃって、もう本当にもうなんか多分職業病なんかも分からんけど、なんかそういうの思うようになった。あ、ここで着替えでもできんなとか、あ、でもうわ、どうなんだろうみたいな、なんか考えるようになってしまった。今まではね、もう何も考えてなかったんですけど、じゃん、 M7 アボカドじゃねえし。これはミューポンとリアチュ、中学生の2人、子供たちにね、アボカドジャニーシをやってもらいたいですね。
ヤブカドじゃねえしはもうね本当に優勝なんですよ。誰がやってもねアボカドじゃねえしは優勝するんですけど、やっぱあのちびっ子たち2人がやるのがいいんです。いやでもこの2人には絶対一緒にユニットやってほしくて、生意気リップスにするか迷ったんですよ。でもさすがにそれはちょっと狙いすぎかなと思ってアボカドじゃねえしにしました。いやでも生意気リップスもいいよね、わかるわかる本当に自分落ち着いて、どっちがどっち、うわ、まあそれはまあまあまあ、ちびっ子たちにアボカドじゃねえしをやらせましょう。いやまあナイキリップスはね、ナイキリップスなんですよ。さすがにそれは狙っちゃってるからやめようって思って、アボカドじゃねえしをミューポンとリアチュー狙いすぎてよかった。いやそれはある。いやで後でねこのユニットも結構迷ったからそれも言いたい。こんにちはこんにちは。いやそう、まあまあまあこのねミューポンとリアチにアボカドじゃねえしをやってもらおうという。でディースガーさんハートありがとう。まあね誰がやってもねアボカドじゃねえしなんて優勝するんですよ普通に考えてヒロさんハートありがとう。しかもなんかイチゴバナナンアーポーだから、まあイチゴがやってもいいんですけど、イチゴはやらないのでこのこれはなので M7 アボカドじゃねえしミューポンリアチューです。いやもう今が一番楽しい、もうこういう話してる時はほんまに一番楽しいんだから、もう本当にもうやばいから。次 M8 なんだ、まだユニットゾーンですよこれは。気が合ってる、こんばんは、こんにちは、あこんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちはでしたこんにちは。なんだなんだ、えそれだ。いやそう調べてて思ったんよ。テリーサガガさんハートありがとう。なんか本当にそうそう、次 M8、 M8 は一体何なんだと。じゃーん、ハートの独占権、かわいい。これはかなうとゆうなにやってもらいましょう藤玉さん落花生ありがとう、こんにちはこんにちは。レディースガさんハートありがとう、こんにちは、やっはーハートの独占権ですね、ハートの独占権はかなうとゆうなにやってもらいたいなという希望です。どう思いますか。豊中のひろさん落花生ありがとう。いやちょっとねかわいいですよね、ここまでこの辺全部可愛くしてしまっているんですけれども、 M8 はハートの独占権、そう NMB さんもねハートの独占権かなうとゆうなにやってもらいたいです。うさんレインボースターありがとう。武藤姉妹のイメージ、あーね、そうハートの独占権、もう絶対可愛いから、もう絶対可愛いからハートの独占権を、もう本当にもうかなうとゆうなはもう絶対にハートの独占権をやってほしい。えめっちゃ絶対かなうはでもぽいしで、なんかゆうなにもやってほしい、可愛いからやっぱかなえハートの独占権もこれ確定なのでよろしくお願いします。でなんと M9 なんだと思います。ヒントは、まあ、こんなこと言ったらバレるかもしれないけど、ヒントは SKE48 さんですね。いやなんです、なんでしょうか、なんですか、身長差、いやそれがいいんじゃないですか、もう本当に本当にいいじゃないですか、前髪が刺さってくるんですよ、まあね、ここあと2曲ある、あのユニットゾーンなんでしょうか、うん正解はじゃーん、オオカミとプライド、正解、オオカミとプライドですね。 NQ はオオカミとプライドを、これはユイナとノアにやってもらおうと思います。いやいいですね、ユイナとノアです、ユイナとノア、オオカミとプライド、いやもうねいいと思います、ユイナとノアはもう本当にいいと思います、いいと思います、本当にもう絶対にやってほしい、本当にこれだけは。ちごさん落花生ありがとう。なんかもう SKE の曲が本当に似合いそうだし、うん可愛いから絶対いける、オオカミとプライド、 MQ、 オオカミとプライド、ユイナと、えユイナとノアミョンはオオカミとプライドです。いやそうね、北沢の話はちょっと待ってくださいよ。で最後のユニット何が来るんだと、一体何が来ちゃうんだと思うじゃ
ないですか。どっちか、いやーそれはもう、まあ、それはもうそのあれに任せます、運営さんに。やっぱ自分で決めたくないんですよ。ワッツンさん、レインボースターありがとう、ありがとう。ワッツンさん、レインボースターありがとう。あ、何か同じこと言っちゃった。ナナピさん、オオカミとプライド、いやこれは3期研究生のみなので出演者は。岐阜のポーズ、え、やってましたよね。やっはー、あ、フォローありがとうございます。いやもうほんまこの世で一番楽しい、今の今話してる時間が本当にこの世で一番楽しい。もうみんな楽しい、私は楽しい。メイクアップになってる。あ、そう、レイヤー入れたんだよね。高松愛ちゃんさん、レインボーありがとうスタジオ、本当ありがとう。髪の毛綺麗、ありがとうございます。そう、しかもね、私はねお風呂上がりなんですよ。なのでサラサラです。こんにちは、こんにちは。レナーさん、バラありがとう。やっは、楽しいです。弾いてるんですか、なんで弾いてるんですか。リキーヌさん、レインボースターありがとう、ありがとうございます。いや、イレイヤー、うわ気持ちで、MG、 もう最後のユニットはじゃーん、涙の表面張力。いやもうこれはね本当にやってんなって思いますよね。みんな、皆さん、みんなさん、皆さん、ちょっとちゃんと喋って本当に。配信中ポストした、ありがとう。そう、よかったら今配信中だよっていうのもポストしてくださったら嬉しいです。共有でできるので。なおさん、あなたありがとう。そう、 MG は涙の表面張力、これはリサコ、カスミ、リエチ、ヒーちゃんの4人ですね。リサコ、カスミ、リエチ、ヒーちゃんです。これはどうやって決めたかというと、もうリサコはもうこんな確定演出ですし、カスミもなんかもうバキバキに踊ってほしいし、カスミ表面張力めっちゃ好きだから、しかもリエチも表面張力ずっと聞いててめっちゃ好きなので、あのヒーちゃんはなんか結構意外だと思うんだけど、でもやってほしいなって思ったんですよ。なのでここはリサコ、カスミ、リエチ、ヒーちゃんにしました。いやここ一語、いやじゃあそういうのやめてくださいよ、やめてくださいよ。あー、え、大丈夫、マリモさん大丈夫、やばい。マリモさん、タワーありがとう、ありがとう、ありがとうございます、本当にありがとうございます。うん、もう絶対普通に考えてイベント頑張るんで、本当にそれに見合った人間になるのでよろしくお願いします。もうありがとうございます、マリモさん、ありがとう、ありがとうございます、Thank you。 ちょっとタワーみたいなやつないかな、なんかちょっともうないよ。あ、ケープとかタワーみたいかな、ちょっと関係ないか。あ、リモコンとかで、あ、これタワーです、これがタワーです。ごめん、本当に落ち着いて。ね、絶対いいよね。いや、サッチ、柳さんのチェリーやき、そう、いやそうなんや、これ組んでたらなんか北蔵だけいなかったんですよ、なんでだろうと思って。アニオさん、レインボースターもありがとう、藤玉さんハートありがとう、ありがとうございます、本当にありがとう。裏方にせんね、まあね、プロデュースなので。藤玉さんハートありがとう、2位ありがとうございます。いや今日さ8時までって言ったじゃないですか、でも8時までなんか話が持つかなって思ってたんですよ私は。でもなんかちょっとこのテンションなら持ちそうかもって思っちゃってる。リモコンでタワー、もう本当にちょっとリモコンとケープでタワーを作り上げちゃうよって感じで、タワーありがとうございます。それで腕組んでる、つって。ハードジーが来ね、そうですね、そうって感じなので、ユニットゾーンはじゃーん、ハート型ウイルスがヒータンとユイタ、いやもうこれは本当に一人足りないよって思いますよね、私も思います。レースガガさん、レンボスターありがとう。そして M6、 渚のチェリー、サッチ、 M7、 アボカドじゃねえし、リアチューミューポン、 M8、 ハートの独占権、カナウユーナン、M9、 オカミとプライド、ユイナ、ユイニャン、ノアミョン、 M10、 涙の表面張力、リサコ、カスミ、リエチ、ヒーちゃん。いや本当はね手もでも入れたかったんですけど、普通に記憶からも消えてしまっていました。ジタマさんハートありがとう。いやほら足りないまである、そう手もでも入れたかったんですよ。でもユイナンがね手もでも一緒にやりたいって言ってくれてたから、
ね、手もでも入れてたらゆうなんとやってたかもしれない。これなんか北沢だけいないんですよ、これは。なんとじゃん、こちらです。まあね、ハート型ウイルスがちょっと一人空いてる、なんか空いてしまったので、まあ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 ギリいけるんですけど、まあまあちょっとやるかどうか。でもハート型ウイルスできるんですよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。なんか好きすぎてちょっと覚えちゃったフォローありがとう。ハステッドアスト方式やだよ。これで、これがユニットゾーンでした。いやー楽しすぎる、どうしよう、もう止まらない、どうしよう。いいでしょう、イチゴ型ウイルス。なんかやだやだそうだよ、かかないネットカンセル鬼プロデュース。いやでもこれ一人一曲やけまだ覚えられるくない。なんか今やってる僕とやさ一人二曲ユニットやってるけちょっと大変だけど、これは一人一人一曲で覚えるだけなので、それ曲歌う。そうですね、まあ私はサッチーのね裏方やろうかな。じゃあレディースガガさんありがとう。ショートケーキちょっとわかんないかこんにちは。そう、これがユニットゾーンでした。そしてここで MC が入るんです。あ、じゃあ MC って出てこようかな、私だけ。やっほーっつって一人でそれで今回のプロデュース公演はねつって語りますあ、ちょまこさん、リスガさん、ハートありがとう、やっほー。そうで MC に入りますという感じですね。まあもう最高、もう止まらない、もう止まらないよ。多分ちょっと曲数が多くなっちゃってるから、いやそれ時間的にありえないだろうとか言わないでください。本当に一人判断しんどい、いやしんどいよ。そう、北沢だけ一人で MC 見た、みんな見た、見てないよね今の字やばい、もう見えちゃったから、まあいいけど、まあいいけど次 M11 ハイテンション、じゃん、ハイテンション、こんにちは、こんにちは。ハイテンションをねやっぱここでやりたくて、どうしてテンションショ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 テンション振り切れみたいなやつをねやりたいんですよ見てないよ、見てないよね。じゃあ発表するねほらありがとう。ハイテンションです。ハイテンションはやっぱもうサンキはもううるさいんですよ本当に、元気で。なのでやっぱ本当にハイテンション、その名の通りハイテンションなので M11 はハイテンションです。ハイテンションは今の私のこと、いやそれなほんまに落ち着いて自分って感じ。ハイテンションもね本当にやりたい、なんかもう元気な曲をやりたくて、すごいやりたすぎて、そう一人ラッハー、ハイテンションをやりたいですね。こんぐらいのテンション感でやりたい、ハイテンションを。いやもう本当に絶対最高に楽しい。ちなみにこのセンターね誰にしたんだっけな、うわリサコ、いやリサコですわ。北沢が一応考えたのだとリサコかなーってとこですね。 FR さん、アニワサトありがとう。藤玉さん、ハートありがとう、 Thank you。 じゃ鬼でもさ、鬼どっかに飾っておきたくない、なんかここにいてもらえる普通に。あ、なんかあ、いいかな、あ、ちょっと難しい、あ、いいか、あれ、これで OK。 そう、ハイテンションはもう清水梨紗子お前だという感じで、で、ハイテンションから、ハイテンションから一体何が来るんだとみんな気になりますよね。ここで一体何が起きてしまうんだって。ゴンベンさん、バラありがとうございます、こんにちは、こんにちは。うん、100回の方もありがとう。最後に次やです、こんばんは、頑張ってね、ありがとう、頑張りますそう、 M11 はハイテンション、まあここでももっと盛り上がれるよねっていうのをやっぱ言っていくんですよ。で次次じゃん、ひと夏の反抗期、 AKB さんのひと夏の反抗期ですね。いや
いいですよ本当に。これは私がめっちゃ好きな曲なんですよ個人的に。でだから M12 はひと夏の反抗期がしたいなと思います。いちごこんにちはひと夏の反抗期ね、好きなの分かってくれる人いますか。ひと夏の反抗期マジで好きなんですよ。もうひと夏の反抗期好きすぎて一時期もう一生聞いててなんか耳が取れちゃうかと思いました取れてないんですけど普通に考えてね、ひと夏の反抗期は誰っぽいかな。いやあんまりむずいな。かすみんとか、ああちょっとむずいな。うわ悔しい。なあみょんとかでもいや、でもひと夏の反抗期、いやもうほんとにひと夏の反抗期いいですよ。 M12 ひと夏の反抗期じゃーん。で次の曲が来ます。ここで M13 の曲が来ます。ひと夏の反抗期の後に一体何が来るんだいと思いますよね。思いましたか。思いましたよね。じゃーん、思春期のアドレナリン。あめっちゃ踊らせる気満々。思春期のアドレナリンです。ここでいやもう本当に最高ハイテンション。ひと夏の反抗期、ここのテンション高すぎる問題があるんですけど、それは置いといて。高松愛ちゃんさん、じいじありがとう。新春期のアドレナリンって感じで元気になっていこうという感じ。いやでもここはね逆でもいいけど疲れちゃうからちょっと変えてみました。新規のアドレナリン。体力大丈夫かな。いやそれはね思った。自分でもやってる時厳しいなと思ったけど、まあこれはね夢の中の話なのでセーフセーフセーフですか。思春期のアドレナリン、ここでね爆上げしていくぞという感じですね。いやもう本当にいいと思いますね。スタジオさんやばいですよ、これもう本当最強です。うわもう本当に、うわもう絶対楽しいそうで、ここでもう頑張ってもらって MC が入ります。もうほんまに頑張ってもろてって感じで MC が入ります。思春期のアドレナリン、でもナーミョンにやってほしいな。なんかナーミョンっぽい、めっちゃわかんないけどナーミョンにやってほしい。でここで MC が入りますね。そして次は MC が終わって次が M14 は一体何が来ちゃうんだよって感じですよねM14 は、まあ、ここでねやっぱり私たちは STU48 なんだよっていうことをね発表していきたいという感じもあるので、100回の方ありがとう。私たちは STU48 だよって感じで、めっちゃ STU っぽい曲っていうか海っぽい曲を選びたいなって思って。 M14 はじゃーん、夢をガラス瓶の中に、夢をガラス瓶に入れて寝かせば叶うかな。一回だけ徳島公園でね夢をガラス瓶の中にをねやったんですよ。もう楽しかった、めっちゃすごい。まあ多分四国さんの曲だからめっちゃ海っぽいイメージがあるんかもしれんけど、ここで夢をガラス瓶の中にをやりたいなと思いました。やっぱりね言うても ST48 なので、私たちはここでやっぱ海をね出していこうっていう気持ちですねやっほー。そうですね、ここで夢をガラス瓶の中にをやりたいですね。やばい、もう思い出せんくなってきてる、本当にやばい。本当に好きなので夢をガラス瓶の中にやるんです。で次の M15 でもう本当にもうやっぱ STU ですよ私はたちって感じで、 M15 僕はこの海を眺めているをやりたいですね。やっぱねちょっと海感を出したくてですね、 M15 は僕はこの海を眺めてるです。今日の触覚これレイヤールースさんレインボーペンライトありがとう。 M15 が僕はこの海を眺めてる、まあこれはもう言うまでもないですから、本当にいいですよ、本当に最強。レースさん落花生ありがとう。
夢をガラス瓶の中には誰がやってほしいかな。でもゆいなとかゆうなんとからへんにやってほしいな。この辺はちょっとひーちゃんと、いやひーちゃんもいいね確かに。でもひーちゃんはうわー難しい。大さんハートありがとう。うんでもめっちゃいいかも。まあでもみんな基本的に海が似合う感じがするのでよき。ルーさんレインボースターありがとう。どういう声今の。レインボースターありがとうございます。 Thank you。 こんにちはこんにちは。でここで MC が入ります。 MC が入ります。わかりやすいセトリットスカル、あよかったですMC が入るんですね。で続いて、まあ、続いての曲は、まあ、ちょっと本当に自分の趣味なんですけど、キュッピスさん落花生ありがとう。続いての曲は、まあ、なんかあんまり公演っぽくないっていう感じはあると思うんですけど、 M16 は独り言で語るくらいなら、じゃーん、 M16 は独り言で語るくらいならをやりたいです。どうですか、意外なんか独り言って思いましたよね。うわ誰にやってほしいかな。ヒータンとか似合いそう。うわうわ悩む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 、うわやっぱここはちょっと STU ゾーンにしたいっていう気持ちがありまして、 STU の曲でここでやっぱちょっと意外性も出しちゃうかなみたいな。でもあんまり公演っぽくはないかなって思うけど、独り言で語るくらいなら俺ねやりたいですね。そう MC 挟んでの独り言ですから、これも大事なポイント。カモラゲさん深打ちありがとうで、ということで語るくらいならが終わったら M17、 まあこれはちょっとね正直正直、まあ、まあでも結局これが一番いいんですよっていう感じで、ペダルと車輪と来た道と、どうですか、まあ、結局ペダルと車輪と来た道とは本当に優勝なので、もうどんな時であろうとテンション上がってん。あマッツンさんレインボースターあありがとう、いっぱい、もうほんまにありがとうございます。ちょっとスクショしとこう、さっきもねずっとあれだとでですね、ブクミのセンター、ブクミのセンターはうわでも夢が、夢をガラス瓶はユイナにやってほしいな。ユーナンとかまだ出てなくて、そうだよね、よくない、よくない、そこで一旦終了、そうそうだよ、ここで本編終わりますから。なんでわかるんですか、時すでにお寿司さんレンボスターありがとう。いちご、ごめん、いちごセンターとか何も考えてない、みんなのことは考えてるけど、そうそう結局ペダルがいいんですよ。ルースさんレンボスターありがとう。これで本編が終了いたします。みんなバイバーイって感じ。北沢さんはセンターやらない、北沢さんねプロデューサーなので、で、あそうここちょっと忘れてたんですけど、で本編が終了して M、M17、18か、18、ちょっと18はねちょっと入れ忘れてたんですけど、じゃーん、チーム3期研究生推し、チーム B 推しの3期生バージョンです。もう絶対やりたいって感じです。本当にちょっと絶対曲数多くてね、これは公演として成り立たないと思うんですけど、まあ架空の話なのでお許しください。そう安定のペダル、ペダルはいいよ、ペダルはいいんだよ。 M18 はチーム3期研究生推しがやりたいですね。やっぱりチーム美容師とかは結構その人物がね分かるじゃないですか、もうそれがいいんですよ。だからチーム3期生推し、3期研究生推しをやりたいです。オガオワンさんハートありがとう読めんくて死ぬ、壁やっほーこんばんは。めっちゃお腹、なんかお腹めっちゃ鳴ったんだけど今、やばブルーみたいな、なんかすごいチャポみたいな、フル尺の、まあ確かにねそうだよ、フルでやるとは言ってない、 NC なしでノンストップでここまで1時間10分、あーちょっと長いね、まあまあまあ。でそうチーム3期研究生推しはもうやりたい、これはもうやります普通に、これはもうねやっぱ一人一人の紹介もできてすごく好きですのでやりましょうという感じで、で M19、 ちょこれ数字間違ってるんですけど M19 じゃーん、ファーストラビットをね
やります。私はファーストラビットいいですよね。ファーストラビットいいんですよ、本当にいいんですよ。確かにいいですね。でもちょっとファーストラビットやるのでチーム3期研究生推しファーストラビットの順です。 M18 がチーム3研究生推しで19がファーストラビット。いや楽しすぎる、普通にもう本当に公演組むのが一番楽しいこの世で。あやっほーやっほーやっほー、こんばんは。前髪短いな自分、そんなことないか別に。そうですね、2曲目、アンコール2曲目がファーストラビットで MC 入ります。 MC 入ってアンコールありがとうございます、ピースピースっていうのねやるんですよピースピースっていうのやったら次の曲 M19、 あ20か、多いな曲。まあいいや、 M20 はまあね、ここは幽体離脱と金縛り、やっぱりね3期研究生で公演をやるなら3期研究生の曲をやりたいじゃないですか。ここでね幽体離脱と金縛りをします。確か幽体離脱公演でいいやもん。幽体離脱と金縛りをやります。金縛りとは全然違うよ、寝てなんかいなくて来てる、私ここで立ってるのにをやります。まあねやっぱりここで、しかも幽体離脱は、ね、寝てスタートしたりとかちょっと結構ねあれがあるので MC 後がいいなって思って、準備時間がある MC 後にちゃんと考えてねそこにしたんですよ本当に幽体離脱と金縛りが M20 です。でいやもう最後が本当に悩ましくて、いや本当にヘタレたちか夢力かで本当に迷っててもう決められなくて、ヘタレたちおわ夢力って書いてあるんですけど、いやどっちにするか本当にね、どっちで終わるかが決められなすぎてちょっとどっちかで終わりたいんですけど、どっちかです、どっちかで終わろうと思っています。ヘタレたちか夢力ですね。これがこれで終了。幽体離脱と金縛り公演はおかしいか、なんかいいタイトルないかね。ダブルアンコール、確かに天才やん。あどっちが流れるか分かんないみたいな怖すぎるでしょ、何の曲やるか分かんないの怖いから。日によって違うとかね、まあね確かに日替わりでチェンジ、いやそういうね遊び心も入れちゃうっていう可能性はかなり高い。こんにちは。ということで振り返っていきましょうや。そうだよ、これみんな疲れ切っちゃうからこんなことしたら本当に、まあ、これは架空の話なのでねいいんですよ。ここで発表していきましょう。じゃ最初から振り返りますよ。STU48 3期研究生の北沢いちごプロデュース公演をもししたら、タイトルはね幽体離脱と金縛りにしようかな公演、そうじゃんで発表します。 M1 オーバーチュア、 M2 ラブ修行、 M3 ニューシップ、 M4 法定速度と優越感で MC 入りまーすこのブロックはの流れとしてはラブ修行はもうほんま本当に研究生って感じ、走れペンギンか迷ったんですけど、まあ、研究生あ STU っぽい、あ盛り上がっちゃうよっていう感じで MC に入るんですよ。でもこれもうこれだけで疲れそう疲れそうとか言っちゃった。でユニットゾーンがハート型ウイルス、渚のチェリー、アボカドじゃねえしハートの独占権、狼とプライド、涙の表面張力。ハート型ウイルスはヒータンとユイタンと、まあ誰かで、渚のチェリーはサッチで、アボカドじゃねえしはミューポンリア中で、ハートの独占権はカナウユーナンで、狼とプライドはユイナとノアで、ナイの表面張力はリサコ、カスミ、リエチ、ヒーちゃんの4人です。まあ北沢が存在しないのは一旦置いといて、いやいいですね。まあなんかこれは結構研究生っぽくて可愛い系の曲を選びました。表面張力はね本当に個人的に勝手に言えたかっただけなんで言えちゃったんですけども、そうで MC が入ってハイテンション、ひと夏の反抗期、
思春期、春期のアドレナリン、あいいですね。やっぱハイテンションで盛り上がっていけちゃうんかって感じを出しつつ、ひと夏の反抗期からの思春期、まあ、ここから反抗期とか思春期とかね、やっぱりそういう若さをねアピールしちゃうよみたいな感じもありつつって感じ で MC 入って、ここは STU ゾーンですね。夢をガラス瓶の中に、僕はこの海を眺めてる、独り言で語るくらいならペダルと車輪と来た道と、でこれで本編が終わるんですね。いいです、ここはもう本当に STU を感じてすごくいいですよって感じのセットリストですね。で次がちょっとここあれなんですけど、チーム3期研究生推し、そしてファーストラビットで MC 入ります。でゆうたりだちと金縛りで、ヘタレが夢力、ここはねやっぱ帰ってもいいよって感じで、本当にちょっともう最高すぎると思いませんか。アンコールは、アンコールがチーム3期研究生推しから始まる。ヤスさんハートありがとう、ありがとう。いやこれがね、北沢いちごが考える3期研究生公演ですよ。ついていけるか心配で、ついていけるわ本当に、いかにして。そうですよ、高松愛ちゃんさん落花生ありがとう。どうですか、ケトリの流れ理由はあるの。もうずっと発表しながら言ってるじゃん。リキヌさんレインボーペンライトありがとう。そうだから、セトリの流れはラブ修行はもう本当に研究生っぽくて可愛いしいいですよねって感じで、でニューシップはもうすごい STU、 これは STU なんだぞっていうのね。まあこれはあの AKB さんの曲ではあるんですけど、そうニューシップ海だよって感じを出しつつ、法定速度とイエス感で盛り上がっちゃうよっていうのを出していくんです。まずはね、最後はイチゴピーの挨拶、そう挨拶、北沢プロデューサーが出てきて、今日は、公演に来てくれてありがとうございますって言ってこんにちは。90分ぐらいかな。そうでこれ MC 入って、まあユニットゾーンは本当にちょっと可愛い系、可愛くてフレッシュ系の曲を選びたくてこうなりましたね。まあ涙の表面張力はもう本当にかっけえぜって感じで入れました。あと自分が好きなので入れましたね。まあこれはもう本当にその人たちに合う感じで選びました。お見送りありありだよ。で MC 入ってハイテンション。3期はね本当にハイテンションなので、こういう私みたいな人がいっぱいいるんですよ。それはハイテンションだろうって思いますよねでひと夏の反抗期、やっぱりなんかまあ若い若さを感じますよね。思春期のアドレナリンとかをやるんですよ。でここはもう STU ゾーン、 STU の3期生ですよっていうアピールしていきます。まあ、ペダルで終わるのもちょっと定番じゃ定番なんですけど、それがいいんですよ。ダイヤのジュンさん落花生ありがとう。配信ありますよでアンコール来てチーム3期研究生推し、チーム3期研究生推しはもう本当に一人一人がアピールできるからいいよくて、でファーストラビット、もうファーストラビットもねめっちゃ 若々しいっていうか研究生っぽいなってなんとなく思って、フォローありがとう、いいじゃないですか。で MC でゆたりだつと金縛り、やっぱこれはね絶対入れたいから言えるんですよ。でここはヘタレカ M 字からで終わります。ヘタレカ M 字からで迷ってるのはね、ヘタレがちょっとシンプルに好きすぎてヘタレをねやりたくて、でも M 字からもやっぱりいいじゃないですか。うわーむずい、こんにちはこんにちはっていう感じの公演を組んでみましたちょっとこちらを摂取して生きていきたいと思います。ちょっとうんうん、うわあ甘はいはい、かわいい、おお Thank you Thank you Thank you っていうのが北沢さんがプロデュースしたらどうなるか公演でした。うん、ちょうど1時間、え自分って天才なんかね、うん、
さん落花生ありがとう。これちょっと後でさ、あの X 載せよX に載せたいな。それではその説より歌ってみましょう。そうなんか誰か歌うかなって思ったんですよ。そうだよ、本当に歌おうと思ってたんですけど、私はやっはー歌いたいんですけど、どれがいいかな、何曲かね。もう最初のブロックでいくと歌えないんですよ、シンプルに。やけラブ修行の一番だけとかでも許されたりとかってするんです。法定速度と優越感あるんかね。リベローさん落花生ありがとう、ということでちょっとここで始まります公演が始まりますから。こんばんは、こんばんは。もうイヤホン刺さらない。リキネさんアニアスタありがとう。音変わりました、イヤホン声になった。網戸くじ大町は、ね、いいんですよ。ラブ修行あるんかね。ラブ修行、ラブ修行、トゥトゥルル、チャンチャンチャララチャン、ありますね。歌えるか置いておいて。おいしかった。じゃオーバーチュアーが終わりました。これで入ってくるからでも人多すぎないって話します。これはちょっと一番だけで許してくんじゃん。お好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。ラブ修行、せいじさん、くらうちありがとう。リベローさん、よしくまさん、雲の上浮かぶように、ふわふわと歩いてる、そう夢見心地で、世の中のすべてのもの、キラキラ輝く、そんな気がしてた。甘くはないんだ現実は、愛おしさは跳ね返る、心が痛いよ片思い、微笑みの向こう側へ、さあ目と目が乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いもので、あの日からあなたに寂しいだろう。占いをしてみたり、ちょっと2番わかんないので、寂しい行でした。ラブ修行ですね。これは始まりの曲、ラブ修行ね。始まりの曲って言い方やばいけど、そう。どこまで読んだ。藤玉さん、長崎みやともがりさん、ハートありがとう。みやティさん、音符ありがとう。ちら。みやティさん、音符ありがとう。藤玉さん、長崎みやともがりさん、ハートありがとう。三点七五さん、ハートありがとう。ちゅうちゅうさん、音符ありがとう。で、ラブ修行です。ニューシップはちょっと本当に許してください。法定速度と優越感あるんかね。法定速度と優越感とか絶対一人でさ歌う曲じゃなくておもろいよね一人でさ歌ったら息さ いけるん、いやあるんだ、いけるんかね。ちょっとワンチャン一旦。こんばんは、喋るんですよ。盛り上がってますかって喋りをするんですよ。
前を見れば長い列、何キロ続くのか、永遠に一本道、大渋滞渋滞渋滞、ちょっと出会って恋をしてドライブしただけなのに、横入る割り込みだとだいぶいぶいぶい、関係ないじゃない、あっちこっち聞こえるクラック、初の遠吠えでしょも、そもそも恋とはサバイバル、脱落したらそれまで予言オーバー、固定速度と優越感、もっとイエイイエイイエイよりも、ウォー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 で盛り上がっちゃう曲だよっていう感じですね。こんばんは、よしよよよしくまさん、ハートありがとう。ゆたり立つじゃない、法定速度とか金縛りじゃない法定速度と優越感でした。で MC ですね、入るんですよ、NC が入るんですよ。うわーもう楽しい。スケモンさんバラありがとう。ユニットゾーンはねちょっと厳しいですね、ユニットゾーン厳しいですね。いいねありがとう。ユニットゾーンちょっと全部やかまあ歌いたくないとか言えない。ハート型イリスってさあるんかい、あるんかいね。いやあるんかい、ワンちゃん踊れるんよ。平気。ちょっと。豊中のひなさん、落花生ありがとう。はじめはピンと来なかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかった。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてた。何がきっかけだったのか、思い出せないの。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないかい。ちょっとやっぱできると思って踊り踊れなかったです。これあのイベントバージョンですから、イベントだから歌ってるだけで、普段歌わないということで。さっきみやともかりさん、ちゅうちゅうさん、ハートありがとう。ほんまにさ、なぎさんちりはねちょっと普通に歌えないかな。アボカドじゃねえし、アボカドじゃねえしなんてあるんですかね。意外とある、もしかして。え、あれや、これもイベントだからですからね。ちなみに言っておくと、こんばんは、こんばんは。いちごバナナアーポー、あ、ちょっと待って、飛ばしちゃった。キュウ一匹でアボカド。
のよ恋が始まるってのね。どこか違うよ胸がキュンキュンするの。あれ？だけど私なんかダメ可愛くないし周りの女の子に負けてる悔しいよ。いちごバナナアポン甘い香りがするメロンチェリーオレンジちょっとキスしたくなるそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだし。ほんまにさほんまに嫌かもほんまに嫌かもしれない割とほんまに嫌かもしれない。まあまあこんな感じですよっていうところですね。歌えないし本当にもうほんまに嫌かもしれないほんまに嫌かもしれないほんまに嫌かもしれないいちごバナナアポーこのさサーヤンさんとさなまっちゃったサーヤンさんとさあのももかさんのさあのやつあるじゃないですか。ななさんの時のコンサートのやつ本当に天才だと思いました本当に天才だと思います。そういうことをしてくれて本当にありがとうございます。そうももかさんは桃だしいちごバナナアポンバナナちゃんあリンゴリンゴはねワンちゃんの福ちゃんさんとかねリオツンさんとかリンゴでいけるけどいちごバナバナナさんはさすがにない。アポンピーチはねなももかさんがいけるんですよ。レビーさん落花生ありがとうまあねちょっと本当に可愛い曲は無理だよって感じでやっていきます。で次ヒロさんハートありがとう。ギリギリさよならが言えないよ強がって応援だ涙のダムが結果いったあきらめ早い呼ばれたき、あっ石始めキャンペーンにさ、お礼を書いたんですよ。だからちょっとだけ待っててください。発表します。これが終わったら最後の最後までいい人でいたいなんて優しいふりしてる自分を軽蔑しようか彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒な偉くなったらおしまいだそうだろうギリギリさよならが言えないよ強がって応援だ涙のダムが崩壊する耳は少しずつ溜まってるその胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで瞬きさえもできないくらい息を飲みただ見つめ合って動けなかった愛とは表面張力私は岡田奈々さんではなかったです普通に表面張力でしたこれなんだろう冠冠かなピーナッツありがとう落成かコンさんハートありがとう。あそうだって感じかなユニットゾーンはでもでもはちょっと忘れてたけど感じですね。これは北沢の北沢プロデュース公演の場合はこうなります。待ってくださいね動かないでくださいその場から。どこだどこだあったちょっとなんか長いな今回めっちゃ長くなっちゃった。しゅがきさんありがとう。ちょっと待ってね。
待ってね。なるほど、オッケー。ごめん、ちょっと連絡がね。なるほどね。ちょっと後で話そう。これはじゃん、りんごさん。じゃあ読みますね。押し始めキャンペーンの応援本当にありがとうございました。いつもの配信も見に来てくれていつもありがとうございます。ショールームのプロフィールにも名前書いてくれているのも実は気づいております。嬉しいです。あとウィッチへの動画のやつとか、あと1億人にバズれんのの動画とかもね、載せてくださってるのも気づいております。やって X に投稿してくださるのも大変ありがたい限りでございます。なんだかんだ言ってありと北沢1号推しなのではないのでしょうかっていう感じで、これからもいろいろとよろしくお願いします。私もいろいろと頑張りたいと思います。ありがとうございました。いや字ちっちゃいよね、ごめん。もう最大規模、これはスクショして読んでください。ぜひ読めますかね、読めますか、これスクショしたら、スクショしたらまあ読めるかなって感じで。なんかすごいいっぱい書いてしまった今回は、わかんないけどありがとうございました。いちごさんハート、よしくまさんハート、ありがとう。そう、ちょっと読めづらいので読んでみました。どうでしょうか。ありがとう、読んでくださいぜひ。すいません、細かい字を書いてしまって、読みづらいですよね、読みづらい字を書いてしまいました、この私はぜひぜひ、ありがとうございました。本当にありがとうございました。果たしてこれがリンゴなのか問題を置いといてくださいありがとうございます。ちょっと今見てる方、なんかちょっと自覚あるかもみたいな人いたら、なんかコメントしてほしいです。ちょっと早くお礼したい。文字でいっぱいにするの珍しい。こんばんは、こんばんは。いやー、ちょっとさー、これは話しますよ。じゃあ一旦ちょっとこれはさ、中断させていただいてさ、ちょっと待ってね。ノブラオベイさんハート、高松愛ちゃんさんハート、ありがとう。ちょっと待ってね。おかしいな、名前聞いててもいいけど、一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ、10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力で。オッケー。じゃあ、あーもう悲しいよね皆さん知っていますか、今日のチャットリさんの公演、チャットリさんの公演ご存知ですか。なんかちょっと予想してたんですよ、正直私はなんか予想してしまっている部分があって、なんかもうね、結構もうなんか最近そういう予想が全部当たって、もう本当に嫌なんですよ私は。もう初めまして、初めまして、 ST48 の北沢いちごと言います。いや、ただいまイベント中なのでぜひよろしくお願いします。そう、なんかもうね、本当に最近もう全部のね、そういう悲しい予想が当たっちゃって、もう本当に耐えられないんですけど、しかもめっちゃ続いてるし、最近もう悲しくて耐えられないです。私は本当に悲しく